する？重ねていきますか？並べていきます。並べていきます。並べて癖づけ直していきましょう。はい、こっち側に手はきついから、うん、こうか、うん、首を押しちゃうからね。はい、はい、じゃあ2本の指なんだけど、うん、1点を目指します。はい、並べているんだけど1箇所押す感じね。はい、で指の使う面どれぐらいを使いますか？はい、うん、でさっき言ったみたいに狭めていくと深く入りやすいんですよ。広い面だと深くは入れづらいので、それを深く入れようとすると苦しくなっちゃう、うん、なのでそれもコントロールしていきます。広い面で柔らかい圧を入れたいのか、少し立てて焦点絞ってピンポイントで奥まで入れたいのか、どういう刺激をしたいのかなっていうふうに考えていきます。はい、うん、どうしたいですか？柔らかくこの面で入れていきたい。うん、柔らかくない気がする。はい、そこまで奥まで指を入れ込みたいんだったらもう少し点を絞った方がいい。ただただ苦しいだけになる。うん、当たりが広いけど、うん、やってることはグッて押し付けられちゃってる状態。はいはいはい、ってことはじゃあもう少し狭めてみてもいいかなっていう選択にもなるし、うん、そもそも柔らかく入れたいんだれば、うん、押しすぎ。あ、こうぐらいですか？どうですか？もうちょっと弱くていいですか？あ、うん、こうぐらい、それじゃあ弱いかな。折り場の間ぐらい、深さを変えてみましょう。はい、力って比較できないんですよ、うん、見えないので迫力系とかそういうのがあればいいけど、はい、でもう少し中イメージしましょう。若干なんか捉えきれずに滑ってる感じもします。はい、うん、中に届いてない、うん、届いてない。想像も今、うん、こういう感じなんですよ。すごい辛そうじゃない？はい、こっちに来て、こっちにこういう手を乗せる。ああ、今日の動画はいかがでしたか？このチャンネルでは主にセラピストさんに向けて技術や考え方、お客様と長く付き合っていくためにはどうしたらいいの、そんな内容をお届けしています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そしてもっと知りたい、学びたいという方はメール講座無料で配信していますので、よかったら概要欄の方から登録よろしくお願いします。